中嶋監督、激怒。オリックスは連勝が7でストップ。中嶋監督が試合後に言及したのは、原口が本塁に生還したシーンだった。4回ワンアウトに、三塁から梅野がショートゴロ。ショート紅林は本塁へワンバウンド送球したが、サードランナーの原口は捕手若月のタッチをかいくぐるように左手を本塁ベースに滑り込ませたと判定された。ここで中嶋監督はリクエストを要求。映像を見る限り、捕手の若月のタッチが本塁生還より早くしているように見えたが、判定は覆らず。中嶋監督は、完全にタッチで手が上がっているでしょ。原口選手が一番わかっているんじゃないですか？それすら見れないの勝手話ですよね、リクエストで。完全にノーベースでしょ。との映像でそれが分かったのかを聞いてみたい。今回は言いますと審判団へ言及していた。主に1番を打っていた中川が、左大腿直筋の筋損傷で戦線離脱し、12試合連続で3番を打っていた太田が下半身のコンディション不良でベンチ外だった。14日からのヤクルト3連戦でも全員で戦うしかない。そんなこと言うたら、原口のレフトスタンドへの打球、あれはホームランやろ。原口神走塁、明日のサンスポの一面。今日は阪神さんよりと諦めました。どうなんやろうな。原口がベースに触ってたかどうかでしょ。下から取ってないから浮いてたかどうかはっきりとはわからないよね。個人も野球の一部よ、嫌いとか色々言われてるが、個人的に今の NPB 審判で一番の無能が土山だと思ってるから驚きはない。自身の息子がタイガースジュニアだから仕方ないね。この監督ムカつく顔してるよな。それなくてもどうせ負けだよ。ネチネチうるせえな。判定している審判がビデオ検証とかおかしいわ。阪神ファンですが、正直ノータッチだと思いました。アウトだなって。リクエストの結果がセーフなのだから、素直に認めるべき。中嶋監督がここまで言うのは珍しいですね。絶対アウトだと思います。息子のためのジャッジですから。タイガースジュニアにいる息子もさぞかし喜んだでしょ。審判のレベルが低いでも、田嶋の投球レベルの方がもっとひどい。まあそれも野球。今シーズン成績が悪いから、運にも見放されている。